国際刑事裁判所インターナショナルクリミナルコート国別分析ユニットのヘッドをしております藤原博人と申します。はい、私は1993年に日本政府の JPO の制度を利用しまして、アフリカのウガンダにあります国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の難民保護官補に採用されました。そこで2年過ごした後、1995年にオランダのハーグで新設された国連旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所検察局に職を得まして、そちらで2008年まで勤務いたしました。2008年にニューヨークにあります国連本部の政務局に出向しまして、その後カンボジアのプノンペンにありますクメイルージュ国際刑事裁判所の共同捜査判事部の職員として6年間勤務いたしました。2016年になって再びオランダのハーグの国際刑事裁判所書記局へ仕事を終えまして、現在に至っています。私は現在政治分析を行うユニットのヘッドをしております。ICC は多国間条約によって設立された機関ですので、各国の協力がその ICC の仕事の執行には必要不可欠となります。そのため関係する各国の現在の政治状況を常にモニタリングして、でその政治状況が ICC の活動にどのように影響するのかといったようなことを分析しております。その他 ICC が現在出している逮捕状によって逮捕命令が出ているにもかかわらず、現在逃亡中であるいわゆる逃亡犯罪者に関してその追跡情報を収集分析するようなこともやっております。時にはここに見られますような裁判部に提出するファイリングという形式をとって正式な文書を裁判部に提出することもあります。ICC 国際刑事裁判所は比較的新しい国際機関の一つです。紛争当時または戦争状態になって、さまざまな国際犯罪といわれる戦争犯罪が行われた時に、それを裁判して犯罪者を処罰するということが一つの目的です。 ICC は国際機関であって、そこで働く職員は非常に多くの国籍の人からなっています。 ICC は裁判所ですので、ハイレベルの法律家をはじめとするさまざまな専門家の集団で成り立っている組織です。ICC は多国籍の多くのバックグラウンドを持つ人たちからなる組織です。私は現在7名からなるチームのヘッドをしているんですけれども、全員国籍が違います。国籍が違うことによってやっぱり考え方とかが随分違っていることもあって、その全体をまとめる長として時に苦労することもあります。そういう時にはなるべく時間をかけてそれぞれのスタッフの意見を聴取して、でそれぞれのスタッフの間で利害の調整ができるように促します。ハーグは人口40万人ぐらいの都市なんですけれども、都会的な部分と
自然が非常にうまく調和したところだと思います。特に夏になりますと夜の10時過ぎまで明るいので、仕事が終わった後に近くの浜辺に行ってワインを片手にリラックスするというのは私の非常に好きな時間の過ごし方です。その以外にもオランダ人はとても開放的なところがあって、外国人であっても嫌な思いをするようなことは一切私は経験したことがありません。で、オランダには日本との歴史的な関係もありまして、実はハーグには日本庭園があります。で、実は私の後ろにありますこの中庭の部分は日本庭園でして、ICC の中での日本的な部分であります。ICC は多国籍からなる機関ですので、さまざまなバックグラウンドを持った人たちが一つの大きな目標に向かって一致団結して仕事をするという醍醐味があります。裁判所ですので法律家の方が当然多いんですけれども、それぞれの各国で非常に高いレベルで法律の他の仕事をしていた方々がここに参集して、で、世界で今起きている紛争によって起きている行われる戦争犯罪を処罰するため、不処罰の文化を克服するために一丸となって一つの目的に向かって働くというのは、そこに働いているものとして非常に生きがいを感じるところであります。国際機関は日本の組織とは大きく違うところがありまして、例えば採用に関して一律に一括採用するというようなことはありません。基本的に国際機関はすべて中途採用です。中途採用が普通であるということ自体が、もしかすると国際機関自体が持っている多様性を反映しているのかもしれません。国際機関は多くの職種の方が働いている機関です。法律家はもちろん、政治的な分析をする人、人事や財務、それ以外のさまざまな職務の経験を持った人たちが働いています。ですから日本で今いろいろな職務の経験をされている方々も、 ICC のような組織に注目していただいて、で、それぞれがそれぞれの場所で今培われている専門的な知見をこちらの裁判所に来て役立てていただきたいと思います。